はいどうも皆さんこんにちはゆきです。さあ今日もですね、いつもの6名からビットコインインスタリアムリップル体ラダの A ダ、ポロカだたユニサップチャンネルチャート分析していきますのでぜひね最後まで気軽にお付き合いいただけたらなというところで本日がですね、11月の8ヶ月曜日週明けでございます。今週も頑張らなあかんなというところでですね、時間が午後12時5分というところで今日の動画を撮影しております。今日皆さんに元気とチャート分析をお届けしてまいりますのでよろしくお願いいたします。はい、ということで僕のチャンネルではですね、皆さんのチャート分析に役立つ情報をね、日々配信しておりますので、今日の動画が参考になったための たら面白かったなって思っていただいた方はぜひですね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して応援の、はい、よろしくお願いいたします。ということで、いや早速始めていくんですけれども、えー、ついに明日ですね、明日となりましたが、えー、私ですね、えー、マーフィーズさんとえ関、ー、東さんにえー、お会いしてえー、コラボ動画を撮ってまいりますので、えー、ちょっとね先週の土曜日の動画でも言いましたが 明日の9日と10日はですね、ちょっと動画を上げることができないんじゃないかなと思っておりますので、ぜひですね、タイミング見てね、ツイッターの方を更新していこうと思っておりますので、ツイッターまだフォローされてない方はですね、ツイッターのフォロー、動画の概要欄見てもいただいたら、フォローする URL 貼り付けておりますので、そちらからね、ツイッターのフォローも忘れずにしておいていただけたらなというふうに思います。はい、ということで、さあ、今日もね、今日もというか今週も始まりましたね。ということで、頑張っていかなかなというところなんですが、ビットコインが 上がっておりますねいやー気持ちいいですねいい朝だなというところでもうお昼やけどはい今日もね元気よくチャート分析していこうかなというふうに思います。 はいでは、まずいつも通りの流れでいきますね。自家総額ランキングを見て、今日は気になるニュースというか、まあ、触れとかないといけないニュースが1個あるので、そちら、えー、見ておいて、で、えー、冒頭にも言った6銘柄のシャート分析をしていきます、ね、という流れで、えー、進めていきますので、よろしくお願いいたします。はい、では早速ですね、自家総額ランキングを見ていきますが、えー、ビットコインがプラス5%、イーサリムがプラス3%というところですね。まあ、結構上位銘柄ビットコイン、イーサリム、お父さん、お母さんが上がってきたよというところでございます。 はいで、上位メガもね、結構上がってます。リップルも頑張ってますよ。えー、142円まで戻ってきましたね。えー、プラス8%というところでございます。ね、またね、1,2,3決めてくれる日が来るんでしょうが、リップルね、不動の3位っていう感じだったはずなんですが、<laughs> もうだいぶ半分ぐらいかな時価総額で言うと、バイナンスコインのね、<laughs> はい、まあ頑張ってね、上位目指してほしいなというところでは、トップ5にはね入ってほしいなというところでありますが、まあそんなところかな。結構プラスが目立つような感じの、えー、時価総額ランキングになってるんじゃないかなと思います。 うーんなる,ほどなるほど、なるほど。じゃあ、いつも通りね、えー、エンジンちゃん見ていきますが、エンジンもね、めっちゃ頑張ってますよ。4 1回ね、50位内まで落ちたんですけど、42位まで返り咲きましたね。それでもまだマイナス6.7%というところでございます。いつも通りね、エンジンちゃんも、えー、チャートチラッとだけ見ておこうかなと思うんですけれども、 まあもうほんまにあれですね。あのー、僕の言った通りに動いてくれたというか、まあ面白いぐらいに、ええー、まあ強気のままという感じですね。まあ一応400円またタッチで、まあ今回はね400円実体では残せてない398円というところ、ここ400円実体で残してくれてるともう一段階変わってきたんですけどね、というところですね。ただまあ全然まだ強気は、えー、継続というところで、ただまあ懸念するポイントとしては、 だいぶね、冷やしレベルで 25EMA、えーえー、ごめんなさい、MA ね、えー、25日線ってやつですね、と、帰りが生まれてきてるので、この辺り埋めに来る可能性っていうのは、常にね、あの、危険性としては、加、え、味、ー、はしておかないといけないなというところです。なので、再び250円ぐらいまでかな。 落ちるる可能性っていうののはあるのでそこははししっかりとね、えー、理解はしおいていいくださいそういうことも起こる可能性があるんだよということを頭の中に理解しておくのと置かないのでは老媒する、えー、なんていうのかな精神状態みたいなところは全然変わってくるのでそこはしっかりと押さえておいてください。はい、になったら、まあ、240円ぐらいまでかなの下落っていうのは、えー、起こる可能性があるんだよというところはしっかりとね、えー、頭の中に、えー、入れておいて、えー、今強気の相場を、えー、しっかりと またチャート分析していく。みたいな形でやっていくと、対局をしっかりと理解した上での、えー、短期のね、理解と全然また変わってくるのでね、そこはしっかりと押さえておくようにしておいてくださいよというところです。はい。で、今現状なんですけど、うんとね、直近のここの高値ですよね、実体験えー、冷やしのじ、えー、実体が355円かなちょっと見にくいけど。355円。このあたりで、まあ、要は、 ロールリバーサル。えー、裏タッチングロペスのパンパス買いができるかどうかっていうところですね。はい。ここも終わってくると、また再びね、このあたりやな、300円前半ぐらいまで一度、押し目をつけて、で、300円を次はサポートにしっかりと上がれるかどうかみたいな、えー、局面になってくる可能性もあるし、今現状を見た感じでいくと、まあ、左肩を作って、ここね、左肩を作って頭ができて、次、右肩ができるかどうかみたいな流れになるかもしれないので、 うんとね、だい,たいそ、ね、やっぱり300円ぐらい。300円ぐらいがやっぱネックラインになってくるんじゃないかなというところですね。その展開としても。で、300円終わってきた場合は、一度ね、250円ぐらいのこの25日戦のサポートっていうのを試しにくる形になると思うので、まあこのあたりまでの、えー、下落は許容、えー、しないといけないという感じになってくるかなと思いますので、段階的にね、あの下落した場合は、拾えるポイントっていうのを探っていくという感じでいいんじゃないかなというふうに思います。はい。まあ、とりあえず400円乗せれたらね、かなり強いですよね。週足で見ても。 ねえもうだって直近の最高値の実態358円っていうのはもう実態で超えてきてるわけですからまあしかもここでねもし、えー、ローリバーサル、えー、ここのね 352円かなこのあたり、直近の最高値の実体券、このあたりで抵抗サポートされるのであれば、もう普通に400円超えて、オールタイムハイという形になるんじゃないかなと思いますので、まあ、このあたりはぜひね、期待を込めて見ておいていいんじゃないかなと。なやったら今,日今週の週足ね、えー、始まったばっかりで今、下ひげつけてますから、寄りつき逆行、引き順行という形で、余裕で400円超えてくるっていうパターン。 はあるんじゃないかなと思いますでしかもねゲーム系のコインがかなり今強いですからエンジンも期待していいんじゃないかなというところでございますやったはいでは早速、えー、そのままえー気になるニュースいきましょうかまあ、特にねこの今日のニュースでは気になるニュースっていうのはなかったんですけどもう皆さんが気になっているのはここかなと思いますえー、明日開催ですね、えー、リップルのスウェルちゃん これでどうなるかなんですよ。ま、あ一応、去年は無風やったからこそ、今年上がってくるんじゃねえの説があったりとか、去年無風やから今年も無風やろう説。えー、去年が無風やったから逆に下がってくる、あのー、スエー終わりでめっちゃバック下がりするんじゃ、ね、ないか説。<laughs> それに出したらもう上下左右全部あるんじゃないか。左右はない。じゃいやいや、差はないね。うん、上下右、えー、全部ある、横横全部あるんじゃないかというかな形になるけど、ま、あ一応ね、あの、大きな、まあ、お祭りというか、えっ、ー、と、リップル社が開催する、あのー、大きなね、カンファレンスになってますので、 えー、この辺りはね、えー、期待してみておいてもいいんじゃないかなと。で、今回は結構注目度も高いのでね、まあ、この辺りも込めて考えると、まあ、もう一度上がってきてもおかしくないんじゃないかなと。で、しか,しかも今ね、プラス8%パーっていうところで結構大きくも上がってきてるので、で、しかも僕の見ているポイントとかも抜けてきてたりもするから、まあ、この辺りはね、えー、上を期待してもいいんじゃないかなっていうところです。まあ、内容に関してはね、まだ皆さん、えー、ご覧になりたい方は、えー、コインポストさんね、えー、のトップニュースに上がってるので、トップニュースのここね、右下の この画像次、えー、スウェル2021年開幕間近、注目ポイントとスケジュールのまとめみたいなところで、えー、全部ね、書いてくれてますので、ここをしっかりと、えー、熟読、えー、しておいていただけたらなというふうに思います。ほい。 ま、あその程度ですね。そんな感じでいきます。では、そのまま、えー、ビットコインの、えー、どれだけチャート分析していこうかなと思うんですけど、ま、あかなり上がってきました。ただ、これに関しては、上げの、えー、タイミングに関しては僕、僕、えー、先週の土曜日の動画でちゃんと触れてますね。ま、あちょっと、ルー、ルージュさんっていうね、僕のツイッターでよく絡ましてもらってるルーさんね、はい、の、えー、お名前を借りて、ルーさんのおつんつんチャートっていう形で紹介しましたが、ここですね。ここで、三層、逆三層決まっ、あの、決まってたんじゃねえかっていう話だったんですが、ここが、 まだ決まってなく、ここを頭と仮定した場合の逆三尊ですね。ルーさんのおつんつんチャートの右をたまたまが、えー、確定して、で、えー、上がってきたという感じですね。で、今ちょうどその、この大きな逆三尊のネックラインっていうところにいてるので、まあ、ここで抜けれるかどうかっていうのは一つ注目ポイントになるかなというふうに思います。はい。で、しかもね、これ面白いのが、サポートされたポイントなんですけど、ここね、やっぱ面白い。よいしょ。見てもらったらわかるように、ね。よいしょ。 僕、ここもね、明言してます。6万、えー、4、500ドル、300ドルぐらい。このあたりサポート見たいよねっていう話はしてました。昨日、えー、先週の土曜日のね、動画で、えー、してたんですが、ポイントとしては、このね、えー、僕が引いてた青い、えー、スカイブルーのチャンネル、青いチャンネルの、えー、上限の線と、えー、今度はね、この高値の切り上げラインなんですあ、ごめんなさい。安値の切り上げラインなんですけど、まあ三角持ち合いと見ていた人もい,いらっしゃったと思います。まあ三角持ち合いで言うなら下限の線ですね、えー。安値の切り上げライン。 とあとはね、よいしょ。水平線もしっかり効いてるんですよね。この僕が、えーと、このあたりね、サポートもあって、よいしょ。まぁ、あ、ちょっとね、抜け感はあるけどっていうのうは説明したけど、だからちょっとそこまで強いっていう形にはなれへんけどねっていう話はしたんですけど、まあ、水平線も効いてると。で、プラス、この黄色いチャンネル、この黄色いチャンネル見てもらえるかな。 ここに関しても、ちょっとね、上下一本ずつ、えー、下に上、上下抜けていってるんですが、まあ、しっかりと3点以上意識されているであろうっていうところで、チャンネルを引いたところ、綺麗なチャンネルが引けましたよっていう話もしたと思います。そのチャンネルの加減も交わってきてるというところで、まあ、ここに関してはサポート見ても、まあサ、サポート見てさえすれば、まあ、大正解なポイントやったんじゃないかなというところでございます。はい。まあ、これは復習ね。で、ここからですよ。 でまず一つ目が、やっぱりこの黄色いチャンネルの上限、ここ抜けれるかどうかっていうところが一つポイント。4時間足ね。今4時間足見てもらってますよ。4時間足で、ここがね、実体で残せるかっていうのは一つ大事かなと思ってます。はい。そうなった場合は、この、さっき言ったルーさんのおつんつんチャートのネックラインも上抜け。で、僕の引いているチャンネルの上抜けっていう形になるので、まあ、直近の高値は余裕で超えてくるんじゃないかなと。 直近の高値にトライは余裕でできるんじゃないかなと思ってます。なので5万5千に実体を残せた時点で、えー、一旦5万7千までは見れるんじゃないかなっていう形でございます。で、しかも、この逆三存が決まったと仮定するのであれば、ここの値幅分、えー、 上にね、伸びてくる可能性っていうのが加味できますので、そうなってくると、やっぱり7万ドルっていうところは見えてくるのかなという感じで考えておりますので、このあたりはぜひね、参考にしておいてください。まあ、かなり期待できる形が整ったんじゃなかろうかというところでございます。ただ、もう一つの見方としては、かなり強く伸びてきたので、まあ、一旦押し目をつけないと上げ,上げれないんじゃないか説ね。ここも、あのー、確かにあると思います。そうなってきた場合は、僕の中でサポートを見ていきたいなっていうところでいくと、 まず一つ目が、この黄色いチャンネルの中央線ですね。えー、6万、えー、3千ぐらいかなと思います。6万3千ぐらい。で、しかもこの三角持ち合いと見ていた人がいるのであれば、それのね、上下の線ですね。高値の切り下げラインですね。この高値の切り下げラインの裏タッチも、えー、交わってくるので、やっぱりこのまま一度6万3千ぐらいを試してくれて、えーついえー、次に抜けてくるっていう方が、まあ、綺麗っちゃ綺麗かなと思います。ただ、今ね、現状、直近、えー、1回、 1回目、2回目、3回目のトライなので、この辺りで抜けていくっていう方が、まあ気持ちいいのは気持ちいいかなと。3回目のトライで抜けていくっていうのはよく言われるパターンなので、まあこの辺りは抜けていくっていう方向性も一つありかなと思います。なので、ここで6万5千に実体で残せるか、はたまたここで一度抵抗されるような動きを見せるのかっていうところで、えー、またね、あの考えていけばいいんじゃないのかなっていうところなので、まあ一旦ここが、あの、発しやすめポイントかなと思います。上限で次の動きっていうのを待つっていうポイントね。 はい。なので、ここを6万5000上抜け,抜けていくんであれば、6万5000を次、背にできるかどうかがポイントになってきて、6万7000は目指していけるし。まあ、そのまま抜けていって、直でね、6万7000。特に強い時のビットコインなんて、このまま6万7000トライなんて全然余裕で起こり得ることなので、まあ、あり得るし。で、もしかすると6万5000上抜けた後に、6万5000からの次ね、6万5000、2、300ぐらいかな。このあたりをサポート。要は、僕の黄色いチャンネル、もしくは、この、 逆三尊のネックラインをサポートにできるかどうかっていうのをチェックしてサポートであれば、えー、しっかりとね、えー、買っていっていいんじゃないかなっていうポイントになれるし、えー、ここで追っかけてロングしていた場合でもつばづけ程度でロングしておいて、えー、このねネックラインに、えー、来たポイントで本局を入れていくみたいな、えー、トレードもしやすいと思うしこのあたりは狙いどころかなと思います、はい、で6万5000で抵抗されたら次は6万3000のサポートを見ていくっていうパターンかなはい で、そこもう一段深掘りすんのっていうパターンになるとちょっと怖いねんけど、ま、あ再び6万戦ぐらい、あの、振り落としですね、が来る可能性はあるので、このあたりはしっかりと注目と。6万割ってきたらさすがに厳しいんじゃないかなっていう方向性になると思うので、えー、このあたりは、えー、一旦僕の中で6万3000のサポートを見ていきたいなっていうのが今局面ですね、えー、ポイントになってくるんじゃないかなというふうに思います。6万3000から次。もうこれ最終僕は防衛ラインじゃないのっていうところなやねんけど、この三角持ち合いの加減ね。 この三角持ち合いの加減、ここが最終防衛ラインじゃないかなと思います。まあ、あの、ここに関してはトレンドラインなので、あの、時間軸ずれれば、価格帯が数百ドルずつぐらいずれてくるからね、あのトレンドラインは引いといてください。安値の切り上げラインね。引いといてもらって、そこまでが、まあ、最終防衛ラインかなっていう僕の、えー、解釈でございますので、このあたりはぜひね、参考にして、皆さんのトレ,、えー、トレードにお役立っていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。ほい。まあ、ビットコン屋さんのところかな。強いねー。楽しいねー。楽しんでるみんな。 うん、怖いばっかりが投資じゃないよ。楽しんでくださいね、ぜひね。はい。まあ、自分の資産っていうのが増えたり減ったりするから、増えてるときは楽しいのは当たり前なんやねんけど、まあ今、現状だから増えてるから楽しいっていうだけね。僕もそれは恐怖も味わったことあるし、自分の資産が何,も何,何回も解けたことも何回もありますから、はい。あの、恐怖も、えー、しっかりと知ってますよ。 はい、ただ僕も、僕の失敗も込みで皆さんにね、何かお伝えが、えー、できることがあればと思ってね、こういった形で情報配信してますので、えー、ぜひですね、あの僕の失敗談も込みで、えー、参考にしていただけたらなと思います。はい。まあ、とりあえず今はね、現状、えー、5万7千抜けれたらもうほんまにあれよ。<laughs> もう、受け入れる止まらなくなってくるけど。はい。まあ、このあたりですね、えー、直近の高値を超えれるまでは一つポイントかなと思います。5万7千。で、5万7千超えれたら次はね、本当んに、当ては、えー、ね。 当てはですよ。<laughs> 再びですけどね。はい。まあ楽しいポイントですね。57,000超えたらまた再びオールタイムハイ。ただオールタイムハイが最近ね、特にそんなにこうなんて言うんですか、あの加熱感がないというかいうところにもなってきてるので、まあ、この辺りはね、あの加熱感があればいいっていうわけじゃないんですけど。 うんまあ、だから、まだ全然、その、なんて言ったらいいかな、上は目指せる状況にはあるんじゃないかなと思ってます。んなんか、こう、落ちるときって、もっとね、本当に加熱感があって、もうみんなが、もう、買わな買わなっていう感じのときの方が、落ちるの怖いけど、そこまでの加熱感っていうのは、今、あのー、僕は、まとってないと思ってるので、うん、そこに関しては、まあ、一、え、つ、ー、ポイントにはなるんじゃないかなというところではございますよ、という感じです。はい。まあ、とりあえず、今のちょ、えー、直近のね、えー、ポイントとしては、そのあたりを抑えておいてもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。 では続きましてが、イーサリアムですね。イーサが強い、イーサよね、本当に。またね、イーサリアムに関してはオールタイムハイ、えー、おめでとうございます。ねえ、またオー,オールタイムハイで、えー、高値更新している状況であるんですけれども、直近、まもなくなんですけど、僕の引いているチャンネルの上限の付近に差し当たってくるので、まあ、このあたりちょっと注目かな。えー、4800、900ぐらい。 うんこの辺りはちょっと注目かなっていうふうには考えておりますが、このチャンネルも上抜けてくるんやったら、もう正直どこまで伸びてくるかなんて、もうわかんない状況ですよね。だからもうこういう時になってくると、もうフィボナッチとかをた、えー、頼りにするしかなくなってくるっていうところで、一応フィボナッチ引いときますけど、ま、あこの下落に対してのフィボナッチを引いてみると、今が現状ね、よいしょ。こんな感じ。 えー、まもなく1.618、えー、っていうところですね。なので、まあ、ここでちょうどね、えー、チャンネルの上限と交わってくるので、まあ、ここはちょっと一度注目かな。あの、抵抗されるかもしれないという,いうところは、押さえておいた方がいいかも。4900ですね。5000、えー、届く前に一度、えー、頭打たれる可能性はあるんだよというところは、えー、覚えておいていいんじゃないかなと。 はい、ただもしこの、えー、4900をの抜けて5000とかに乗せてくるんであれば、まあ、次2とかですよねフィボナッチの2のあたり、えー、5400とかうんもうここからもうどこまでいくか分かんないんで目安ですけどね5800とか、まあ、このあたりまでは2.272のあたり58006000、えー、とかね2.414とかが6000になってくるのでこのあたりはちょっと注目かなとで2.618まで上がれるのやったら6300とかもうここはもうトランの狸の皮わらようになっちゃうので、まあ、目安として覚 覚えて,おい,てもらえたらいいいいもららたんじゃないかなかとでルーさん結構ねもう本当にスイングで持っててもうそういう何て言うのかな至る情報結構ね網羅されてるんですけど結構フィボナッチの7とか。 を目安に7ががが好きっってていいいうう人がいたたりりとかすすするる噂もので、まあ、4が4でで4 4 8600よだから約倍ぐらい伸びてくるとかっていう話もあったりとかまあ、そこはもう本当にねあのそこからそこまでいっちゃうと夢物語みたいになっちゃうけどまあ基本的にはそのあたりが、まあ、目安にはなってくるんじゃないかなっていうふうに思いますので、まあ、このあたりはぜひ参考にしておいてください、はい、ただ今かなり強い状況でありますので、まあ、そこはもう変わりはないのかなというところですはいでちょっと週足見とこうかな 週足で見てたときに、僕ずっと言ってたと思うんですけど、このね、カップウィズハンドルが決まったんだよっていうところ。で、カップウィズハンドル決まるんだったらって、もうこの辺から言ってたと思うんで、まあ、そこは過去の動画見直してもらったらいいと思うんですけど、はい。で、今度は、だからここがね、えー、レジサポ転換できるかどうかっていうところですね。ここから押し目つけた場合、まあ4000ドルぐらいまでの下落っていうのは許容しないといけないかなっていうところです。はい。で、4000ドルまで下がってきてくれたら、もうここはもう買いたい。もう絶頂的、絶頂期で買いたいよね。はい。まあここのサポートを見て買っていくっていう形は、もうすごく、 え僕はやりたいところ、えー、スイングで構築できるようなポイントになるんじゃないかなと思ってるので、まあ、ここは落ちてきてくれたら嬉しいなぐらいです。ただ、このまま上がっていくっていう、えー、可能性は全然あるので、まあ、そこに関しても、えー、上のポイントっていうのは、えー、探ってね、拾っていきたいなっていうところでありますが、まあ、もしね、4000ドルまで下がってきてくれたら3000円。 この水平線に行くと3950とかかな。うん。だから4000若干割るぐらい。まあ、あもしくは4000手前ぐらい。多分みんなここで買いたいと思ってるから、ちょっと手前でグッと上がってくるっていうパターンはよくあるからね。あの、買わせないよっていうパターンで、ね。<laughs> あの、ここもちょっと注意はしておかないといけないけど、この4000付近っていうのはサポートはしっかりと見ていきたいなっていう局面にはなるかなと思いますので、ま、あイーサリアムに関してはね、えー、対局で見るとそのあたりの下落っていうのは拾っていける、えー、タイミングになるんじゃないかな、ないかなというところでございます。 はい、とりあえず僕の曲、えー、直近で見ているポイントは、冷やしレベルで引いたところの、このね、えー、スカイブルーのチャンネルですね。えー、上向きに引いているチャンネル。ここが、ま、基本的には、えー、短期的に、短期的にというか、ま、デイトル、デイぐらいかなのタイミングで見ていけるポイントになるんじゃないかなと思っているので、まあ、4900。えー、このあたりが上限。もし下限で行くなら、うーんーとね、 えー、4,450。この辺りは短期的には見ていけるんじゃないかなと思ってます。はい。ただまあ、4000まで落ちてきてくれた方が買いやすいのは間違いない。えー、先の周足レベルの、えー、裏タッチングロペスのパンパースがいね。ここまで行くんやったら、この紫色のライン、4000、えー、付近っていうのは見ていきたいけど、短期的に見たとき、日足レベル、もしくは4時間足レベルで見たときは、基本的にはその、よいしょ。このスカイブルーのチャンネルの加減は見ていっていいんじゃないかなというふうに思ってるので、えー、そうだな。 この辺ですね。やっぱ4300、えー、あたり、4300台っていうのは、えー、ここは買い場を探してもいいんじゃないかなというふうに思います。はい。このまま伸びていくんであれば、次はね、この直近の高値4650が、えー、サポートラインになるかどうかっていうところをチェックしないといけなくなるんですけど、まあ今現状どこまで伸びるかっていうのもわかれへんし、ここが、よいしょ。 え、サポートになるかっていうのはまだちょっとわからない状況。例えば4時間足がここで実体で固めてしまった場合は、このダブルトップ警戒しないといけなくなってくるしっていうところにもなってくるので、まあ、この4時間足の確定とかっていうのもちょっと一つ、えー、注目ポイントになってくるんかなと思います。これで一気にね、4800とかまで上がっちゃうとチャンネルの上限に触れてくるので、ここは一度押し目は警戒かな。そうなった場合は、直近の高値である4680ぐらいかな。 うん、この辺りがサポートになるかどうかっていうのを直近の、えー、ロールリバーサルっていうのをチェックするっていう形になるかなと思いますので、まあ、この辺りは僕のね、動画をずっと見てくれて、えー、見てくれてる人やと、まあ、次の、えー、チェックポイントは次この直近の高値やなとか、えー、次のポイントはチェッ、えー、直近の高がチェケチェケチェケ言うたけど、直近の安値、えー、やったらいいかなとかっていうのは、まあ、柔軟にね、あのー、自分のチャート分析として落とし込めるようにもうなってきてるくれてると思うので、まあ、ここに関してはあのー、次の動きっていうのを見ながらね、えー、皆さんの といいいうとところでございますはい、とりあえず今はね、えー、その4時間足の確定とであったりとか、まあ、もし落ちてくれたら週足のこのラインまで落ちてきたら買いたいなとかっていうところが僕の今の、えー、皆さんにお伝えできるポイントかなと思いますのでこの辺りをぜひね参考にして皆さんのトレードに役立ててみてくださいほいでは続きましてが、えー、リップルちゃんですねうーんまあリップルちゃんなりに上がってきてくれたなっていうところなんですけどね まあただちょっとやっぱりね、トレードするっていうに関しては、やっぱ難しかったかなと。値幅が大きすぎてね、なかなかこう、取った、取ったとて、えー、自分のね、損りラインに触れてしまったりだったりとか、ね、えー、ロスカットされてしまったりだったりとかっていう形にもな,なってったかなと思うので、まあちょっとね、あの、現物で持ってる分には、まあいいかなと思ったんやけど、トレードするっていう分には、まあ、スキャル、スキャル、スキャルピングであれば、まあ 値幅取れるから良かったかっていう感じであるんですけど、まぁ、あ、ちょっとやっぱ持ちにくかったかなとは思います。はい。まぁ、あ、とりあえず今現状ね、冷やし見ておきたいんですけど、よいしょ。ようやくですよ。あの、みんなもうカップユーズハンドルのハンドルが出来上がってる状況やったんやけど、リップルだけようやく間もなくこうカップユーズハンドルのハンドル、ネックラインに、えー、向かっていくような形で抜けれたかなと思います。で、とりあえず今、現状把握しとくと、この赤い三角持ち合い、 ここが今、ようやく上抜けたんじゃねえかっていうのがポイントですよね。ここの、えー、高値の切り下げライン、安値の切り上げラインですね。この三角持ち合いを、ようやく今、えー、上抜けたんじゃなかろうかというところでございますよと。よいしょ。ちょっと赤くしとこうかな。はい。こんな感じですね。三角持ち合いの、えー、上限、上抜けっていう形ですね。なので、えー、基本的にはやっぱり僕の中では1.4までは基本上がるんじゃないかなっていうふうに見てます。 今現状でいくと三角持ち合い上抜けをもう確定させているので実体で確定させているので、えー、1.4までの上昇っていうのは一つ、えー、見れるんじゃなかろうかというところですねここも上抜けれるんであればようやくこのねカップウィズハンドルが、えー、形成という形で、えー、アーテハ オールタイイムハまで目指してていけるんじゃないかなかってちょっとね、ルーさん的には、いや、オールタイムハイは無理じゃねえかっていう話もしてましたが、まあ、直近の高値である2ドルは、えー、超えれるようなパターンっていうのは、全然あるんじゃないかなっていうふうに思ってますので、まあ、ここはぜひね、えー、参考にしていただいていいんじゃないかなと思います。はい。そうですね、うん。まあ、週足で見たら実態がね、1.3なので、まあ、1.3抜けてくるとかなり期待はできるんじゃないかなと。まあ 確定させるのであれば1.4なんですけど、1.4超えてきたら2ドルっていう方向性っていうのは全然出てくるかなと思いますので、ここはぜひね、注目しておいてください。ただ、裏付けとして考えておくのであれば、イーサリアムはこのカップイズハンドルのハンドルは上抜けてるので、まあここの、僕のポジティブシンキングと考えてもらってもいいねんけど、まあここを上抜けてくるっていうシナリオは全然十分可能性はあるんじゃないかなと思っているので、まあ1.4抜けからは2ドルまでの上昇っていうのは、 全然ありえるんじゃないかなと思います。はい。 このあたりはぜひねあの、期待してみておいていた,いただいてもいいんじゃないかなと。ただ、まあ、リップルはね、ちょっと価格操作的な売りが入ったりもするから、まあ、ちょっと難しいところではあるんですけど、まあ、1.4抜けからの期待っていうのは一つえ持っておいていただいてもいいんじゃないかなと思うので、このあたりはぜひねえ、参考にしてみてください。とりあえず今はね、現状、え対局での三角持ち合いは上抜けてきてるので、まあ、ここに関しては、えー、いい方向性っていう形かなと、いい形かなと思ってますので、このあたりはぜひね、参考にしてみてください。はい。 でちょっと今、週足見てたけど、4時間足見ておきます。よいしょ。うーん、買っていきたいポイントって言われるとちょっと困るねんけど、うーん、そうだな。一応、まあ、この三角持ち合いの裏側は見ていいかなと思うねんけど、もうここ全然抜けてるやんよいで、一回抜けてんねんけど。 三角持ち合いの上限の線御1回4時間しだと抜けてんねんけど余裕でね割ってきててで今また上がってきてっていうところなので。 まあ、一度見てもいいかなっていうところが、もし落ちてきてくれたらの話だね。落ちてきてくれたら1.17とか、このあたりは見てもいいんじゃないかなと思います。まあ、このあたりでようやく三角持ち合いの上限の線と下限の線、このあたりが、まあ、接近するポイントにはなるので、ここ割ってくるとまた再びちょっとわけわからんっていう感じになるから、まあ、もし変えるとするのであれば、押し目で変えるのが1.17から1.16ぐらいまで。このあたりのサポートっていうのは見ていいのかなというふうに思います。このあたりね。 ここまで落ちてきてくれたら、えー、再び上昇っていうのは取りやすいのかなと思います。はい、ただ、ここ割ってくると、再びね、この、えー、直近の安値である1.07とか、このあたり割ってくるような、えー、リップルの意地悪いところが出てくる可能性があるので、ここまでかなと思います。うん ここまで見ていいかなというか、ここだけ見たらいいかなっていう感じ、僕の中では。1.17から1.16、まあ5まで見てもいいかなと思うんだけど、まあこのあたり、ここの、えー、サポートっていうのが、まあ最終、えー、見れるかなっていうポイントにはなるので、まあこのあたりはぜひね、えー、リップルは参考にしていただけたらなと思います。うん。だから、リップルは特に値幅を大きい分、そこまでの、えー、レバレッジっていうのはかけれないと思うので、まあレバレッジはちょっと低め、目安は低めで、えー トレードしていくのがおすすめです。はい。あんまりハイレバレッジで、かれ、無駄ポジをあの積んでいってしまうと、あの、コツコツ損を積み上げていってしまうことになるので、このあたりは基本的には低レバレッジで、えぇ、ー、共有範囲も広め。で、取っておく方が、まあ、リップルはいいのかなという感じでございます。はい。では続きましてが、えー、エイダちゃんいきます。 エーダーに関しても僕の考えてたディセンディングトライアングルをある程度否定する形には入ってきてるので、まあ、ここに関してはかなり、えー、強気な状況否定っていうのは結構強く逆方向に走る方,、えー、方が、えー、よく言われる、えー、セオリーになってくるので、えー、基本的にはこのディセンディングトライアングルっていうのを否定して上げてくるっていうパターンは一つあり得るのかなっていうところですただまあかなりね冷やしレベルで大きな雲が真上にあるのでここ一撃で抜けれるのか要は雲の中に突入できるのかどうかっていうのが一つ、えー、目安になってくるかなと思います よいしょ。なので、えー、ポイントでいくとね、2.2ドルぐらいかな。これ、直近の高値でもあるので、ここを超えれるかどうかっていうのは一つ、えー、ポイントになってくるかなと。ここを底固めとして、ロングで持ててる方であっても、2.2ドルぐらいっていうのはちょっとね、あのー、 部分であったりととかか検討すするるポイントにはなななんじゃないかなと思い思ますただ雲の中に突入できるのであれば下降雲の中っていうのは結構上抜けやすかったりもするので、まあ、そのままえ雲の上抜けっていうのはあり得るのかなとでもし雲の上抜けが、えー、できるのであれば結局直近の高値である、えー、3ドル付近っていうまところまでは、えー、見えるターゲットにしやすくなってくるのでまあ、かなり大きな利益っていうのを取れる、えー、局面にはなってくるのかなと思います、はい まあ、とりあえず今の局面で言えば、その、えー、ディセンディングドライブを否定できたっていうところが僕の中では好印象なので、えー、一つね、えー、上にはトライしていってほしいなっていうエイダちゃんは局面かなと思います。はいで、2.2ドルっていうところが、えー、次の、えー、ターゲットですね。で、2.2ドル超えれるんであれば、えー、次は、えー、2.5ぐらいかな。 2.5ドルぐらい、この雲の上限ですね。下、え、降、ー、雲の雲の上限であるポイントっていうところが一つポイント。で、次そこも抜けてこれるんであれば、雲の上抜けっていうのができるんであれば、3ドルまで見えるんだよっていうところまで、えー、見ておいていただければ、まあいいんじゃないかなと思います。まあ基本的に枝は撤退ならばもう完全にここですね。2ドル、えー、1.9ドル割れから、えー、撤退ですね。1.9ドル割れたらかなり怖いのかなっていう局面に、えー、ポイントになってくる。局面ちょっと使いすぎたね、えー、ポイントになってくるかなと思いますので、ここはね、しっかりと、えー、1.9ドル割れたら、えー、一度手締まいかなと。 いう感じで考えております。はい。では続きましてがドットちゃんですね。よいしょ。ドットかなり強いんですけど、ちょっと上値重たくなってきたよねっていうところね。うん。まあ一応直近、えー、ちょっと待ってよ、週足で見たところで。 まあ一応ね、バイビットの、えー、チャート上だとオールタイムハイ継続という感じですね。まあ高値更新していってるというところなんですけど、次の、えー、オールタイムハイのポイントが55.2ドル、えー、っていうところになってくるのかな。冷やしてみるとここですよね。うん。なんですけど、まぁ、あ、ダブルトップはちょっと警戒はしとかなあかんかな。ちょっとた、えっ、ー、と、 高値圏重くなってきてるように見えるので、このえ55ドルぐらいまで再び上がった時のダブルトップは警戒。そうなった場合のネックラインがたいまあ50ドルが、えー、目安になってくるかなと思うので、まあ50ドル割れたらちょっと警戒かなというところです。ただ高値の切り、えー、えー、ごめんなさい、安値の切り上げライン、要はトレンドラインがあるので、まあここまでは全然見ていいと思う。なので46ドルっていうサポートラインは見ていいかなと思います。46ドル割れたら一度ねトレンドライン割れなので、大きく えー、調整挟む可能性があるから、まあ僕の中では目安46ドルが最終防衛ラインかなと。はい。50ドルが一つ目の、えー、サポートライン。ダブルトップけ、えー、否定からの上昇っていうのは全然あり得ると思うので、50ドルはチェック。で、えー、最終防衛ラインが46ドルという形で、まあ拾えるポイントっていうのは拾っていきたいなっていうのが今のドットかなと思います。はい。ただまあさっきも言った通り、ちょっと上値重そうな感じは、まあ今見えてるので、 なかなかこう伸び悩んでるというか、いうところは見え,見え隠れしているので、まあ基本的にはこのダブルトップの警戒っていうのは怠らず。で、50ドル割れなきゃ、えー、50ドルは、えー、サポートラインとなる可能性。要はダブルトップからのダブルボトムですね。このパターンっていうのはよくあるパターンなので、ここは押さえておいて、50ドルはサポートを見ておくと。で、46ドルのサポートを見て、えー、そこを割れたら一度、えー、手締まいかなという感じで考えておりますので、このあたりをぜひね、参考にしてみてください。上はね、もうオールタイムハイになっているので、ちょっと と週足レベルで、例えばですけど、もこれ目安よ、目安やけど。 うーん今もう2なんやね。まあ、かなり伸びてるよね。まあ、そうなってきたら、ま、2.618とか、このあたりまで伸びるんであれば、60ドル付近とかもあり得るし、まあ、これも本当に目安になっちゃうからね、あの、難しいところですけど、まあ、かなり、えー、まだ、えー、強気な状況っていうのは継続であると。ただ、もしこの週足レベルで見て、で、ここが1、エリオットハードの1波目がここで出てて、で、これが2波やとするのであれば、今が3波目。で、4波目が出るので、えー、 考えるのであれば38ドルぐらいのサポートっていうのは対局では見たいかなというところですねこの三波がどこまで伸びるかっていうのは全然分かれへんよ分かれへんけどもしここを三波とするのであれば四波の下落っていうのが、えー、38ドルぐらいまで出てくる可能性があるから、まあ、あ,るかあ,るある程度、あのー、利,利幅が取れれば、あのー、値幅が取れれば、えー、利格、えー、し置くのも一つ手かなと思います、はい、どっかしらで、まあ、一度ね この強気の上昇っていうのは終わりは絶対ねどっかで出てくるので、まあ、そのタイミングっていうのがどこかわからない以上ある程度の利幅が取れれば理覚、えー、をして、えー、しっかりとね利益を残しておく部分的に理覚をしておく、えー、っていうのは一つ、えー、大事なポイントにはなってきてるんじゃないかなと思いますはいここはまあ、うん、難しいポイントですねもうここからまだ伸びるんだよっていう形でも捉えれるしい しけててもおかしくないなっていいっうところではあるのでただまあ今1波,1波で考えて2波3波目でまだ1波と3波が同じぐらいの幅感なのでもうちょっと伸びてもおかしくないかなっていうところはまあ間違いないかなと思いますはいなのでまあオールタイムハイになったらもう1段上がってくるっていうのは全然ありえるかなと思いますねはいただまあ一応落ちた場合のことを考えて利確は、えー、適度に挟んでいくっていうのは忘れない方がいいのかなっていう感じで、えー、思っておりますのでこの辺りはぜひね参考にしてみてくださいほいでは最後にユニスワップちゃんです うんユニもね、難しいのよね。よいしょ。<laughs> む、ずいよね。ユニスワップが一番難しいな。正直言うことないわっていう感じなんやけど。うーんとね、4時間して見たときにね、今ちょうど、えー、抵抗されたポイントにはまあ明確なんですよ。これに関してはわかるっていう感じ。これはまあわかるっていうところなんやけど、まあこの、ここの下ヒゲの部分から、えー、トレンドラインを引くと、 ここね、綺麗に当てはまるんで、3点、3点綺麗に、えー、入るんですけど、の裏で、裏で抵抗されてという感じですね。なので、戻り売りが、えー、ある可能性であ、可能性があるのであれば、ここっていう感じよね。うーん、まあ、なので、ここを超えてきたら逆に直近高値までは、えー、トライできると思うんですよ。27ドルっていうところは、えー、トライできると思うねんけど、 ここでもし抵抗された場合は、ここの、えー、直近の安値ぐらいが、えー、拾いやすいポイントになってくるかなと思います。なので、24ドルぐらい。24ドルぐらいは落ちてきてくれたら拾いやすいかなというポイント。だ今、どっちかっていうと、売りやすいポイントにはなるかなと思います。はい。ただ、ここで売れますかって言われると、多銘柄が強すぎるから、今は売れない。だから、今はノーポジでいいと思います。はい。で、ここのトレンドラインを明確に上抜けてから、え、27ドルまで引っ張っていくと。いう感じの、え、戦略でいいんじゃないかなと。 いう,ふうに思いますねで、えー、そこからですね、27ドルを上抜けれるんであれば、えー、もう一段上は目指せるから、28ドル乗せれたらね、上乗せ、えー、できると思うので、えー、上値をね。なので、まあ、一応、理確検討は直近の高値の27.5ぐらいかな。ここが直近高値の理確、えー、検討ポイント。もし、えー、ここでロング入れたらね。 ここでロング入った場合は、えー、一旦利確ポイントは27.5と。で、28ドルの抜けれるのであればという感じになるので、ここのあたりで部分利確を挟んでもらって、えー、ちょっとポジション軽くしてもらってね。で、えー、直期の、えー、一番多分意識されるのが31ドルぐらいだと思うので、このあたりまで引っ張っていくと。 ポジション軽くした上で31ドルまで引っ張っていって31ドルも来たらまたね、利学検討してもらうと。で、そこまで超えてこれるんであれば、かなりね、強い上昇っていうのがもう確定する形になると思うので、まあ、そのまま、えー、スイングでポジションを構築していくというか、スイングでポジションを引っ張っていくっていう形になるんじゃないかなと思いますので、まあ、このあたりをぜひね、参考にしていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。はいかなりまあ難しいけど、まあ、一応今のポイントで言ったらそんな感じかな。はい。 とりあえず今の、えー、ここの、えー、25ドル26ドルに乗せれるかどうか実体でロ、えーソク足を残せるかどうかというのがまず1つ目のポイントでもし残せなくて抵抗されるんやったら、えー、24ドルで、えー、拾い直しと。 で、ダブルボトムに期待してもらって、ダブルボトムが決まるのであれば、えー、ネックラインが今度がね、えー、同じく25、五6ドルになってくると思うので、ここのネックラインをぶち抜けたら、えー、再び27ドルと。で、そのまま27ドルを抜けて28ドル、えー、超えてくるようであれば、えー、31ドルっていうところまでめ、えー、ターゲットを引っ張れるんじゃないかなっていうのが今のユニスアップですね。はい。で、明確に、えー、撤退ポイントは決めておきたいなっていうところなんですが、24ドル割れから、えー、撤退ですよという感じですね。この安値の切り上げライン。 このラインを、えー、割れた時点で、えー、撤退でいいんじゃないかなと思います。 はい、上目線も、えー、基本的には一度フラットに戻して、えー、シナリオの組み替えが必要、ね、なおかつ、えー、ロングで持たれている方はしっかりと、えー、損切りをしてもらって、えー、次の、えー、チャンスに備えるという感じが今の基本的には、えー、ユニスアップの、えー、シナリオじゃないかなという風に僕は見ておりますのでこの辺りをぜ,ぜひ参考にしてみてくださいということでございますはいということでね今日は以上で終わりたいと思いますちょっとね今日やっぱ月曜日やから真面目に喋りすぎた部分はあって申し訳ないなと思ったんですけど <laughs> 申し訳ないえで一応 <laughs> このままで <laughs> <laughs> あのー、明日、明後日とね、お休みになっちゃうので、あのでぜひですね、えー、ツイッターの方のフォローを忘れずにしておいてください。はい、あとはですね、えー、バイビット、えー 僕のおすすめしている仮想通貨と劇場ですね、えー。チャートも使ってますし、僕が基本的にメインで、えー、ト,トレードしているのは、えー、バイビットでさせてもらってるんですけど、えー、ぜひですね、バイビット、えー、使ってみたいという方がいらっしゃれば、こちらもね動画の概要欄、えー。こちら、動画の概要欄見てもらったら、えー、Twitter であったりとか、えー、バイビットの講座の解説する URL であったりとか、すべて貼り付けておりますので、まずね、動画の概要欄は一読していただけると嬉しいなと思います。はい。そのところかな。 はい。ということで、えー、今日は以上で終わりたいと思います、えー。一応ね、冒頭にも言いましたが、明日、明後日はね、えー、明日は、えー、コラボ動画を撮る日になる、撮影日になるんですけど、まあ、明後日はちょっと、あのー、 食では帰ってこれないので、なんかバタバタしてたら動画撮れないかなっていうところで予備日としてちょっと休みお休みさせていただきますがまあ一応明日明後日はお休みとで、えー、皆さんに、えー、お楽しみにしていただいている、えー、コラボ動画ですねが、えー、中旬から下旬ぐらいにアップできるかなと思いますのでそこをね、えー、しっかりとため楽しみにしておいていただけるといいかなと思いますはいあとはね12月1日のね僕の誕生日、えー、誕生日の えっと、ライブ配信、誕生日記念ライブ配信もやりますので、ぜひですね、12月1日の22時からスタートしますので、ぜひね、えー、お時間空けておいていただいて、ご参加いただけるとすごく嬉しいです。ということで、えー、です。はい、ということで、今日は以上で終わりたいと思います。また、えー、9、10、11、11日の動画で、えー、お会いいたしましょう。バイバイ。本日も最後まで動画をご覧いただき、本当にありがとうございました。チャンネル登録はこちら。 おすすめ動画はこちら、リアルタイムトレードの情報はツイッターのフォロー、質問や応援メッセージはオフィシャル LINE の友達追加もぜひよろしくお願いいたします。詳しくは動画の概要欄をご覧ください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。